こんばんは。やっほー。なんか漏れてないんですけど、おつにじです。お疲れ様です。ありがとうございます。こんにちは。星ありがとうございます。桜ありがとうございます。ハートありがとうございます。今日はありがとう、こちらこそありがとうございました。楽しかったですよ、今日も。美女いいですか。ありがとうございます。来てくれた方、楽しかったです。ビジュいい？さくらありがとうございます。可愛かったよ、ありがとうございます。楽しかったです、とても。よろしくお願いします。明日ありがとうございます。服も可愛いし最高でした、ありがとうございます。今日はピンク服ですね。ハートありがとうございます。可愛い系の服を着ました。ココミン可愛かった、ありがとうございます。桜ありがとうございます。幕張初めて行きました。こちらこそです。楽しかったです。ハートありがとうございます。一人ですね。そうですね、うちはあのベッドに私服で乗れない人なので、ベッドに外に出た服であの乗れない人なので、椅子の上で配信してます。今日の服はピンクです。とても。今日もココミンが一番可愛い。本当ですか。全然幕張、全然。お疲れありがとうございます。桜ありがとうございます。スリップは買いました。今日はイワニャンの部屋にあります。着替えないとダメなんですよ。そう、イワニャンとさっきココハとイワニャンとさっきまでいました。今日スカートです。ミニスカートを履きました。いとこからもらったリップとこれをつけました。あと今日はピンクだったので、ピンクだったのでなんかチークも濃いめにして、ピンクを多めにしました。うん、愛知県で会いましょう。かけた方がいいね。今日はなんかカチューシャつけてた、また X あげるので見てほしいんですけど、可愛かった、ありがとうございます。ミニスカート方めっちゃ可愛い、ありがとうございます。今日クロミちゃんいないんですよ。かっこいい、ありがとうございます。おつにじピンクのココミンです。今日は誰もありがとうございます。激カワですよ、ほら。そう、黒のミニスカでした。バラありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。バラありがとうございます。外ありがとうございます。そう、三つ編みもしました。今日は三つ編みもして、あの三つ編みもしました。カチューシャがもう全部、今はもうほとんどのものがイワニャンの部屋にあるんだけど、カチューシャもしてました。
そう、黒のミニスカ可愛かったです。褒めてくれてみんな、可愛い、ありがとうございます。とうとうありがとうございます。今日も買いすぎ大好きですしね、明日は制服なので。お疲れありがとうございます。ルーズソックスの日です。明日は、今日もココミン可愛かった、ありがとう。ショールーム上でも耳出てると、そう、服に合わせて今日はメイクをしました。似合う、ありがとう。ちょっとピンク多めです。普段着ないような服を着たので、今日はなんか違和感、自分にもうね、ヨアニャンの部屋に速攻行きました。桜ありがとうございます。る、制服の目外れちゃった。今回結構今日来てくれた方も制服の目外れたって方が多かった。おつにちルーズソックスです。明日お楽しみにです。ルーズソックスは全然履かないので楽しみ。気をつけたリップじゃないけど、血色がないからつけます。ピンクです。誰もありがとうございます。この時間からの配信ってなんかし、わかる、あんまりしないからさ。確かにまだ4時だね。なんかもう今日朝が早すぎて、もう3時間睡眠とか。今日桜ありがとうございます。ピンクが似合うことも分かりました。ありがとう、ピンクです。今日はメイン、制服の目外れた、悲しい。いつもいるイメージだから。いいね、お寿司。あ、ここ見ついてきてた。ぜひコメントしてください。なんか漏れないよね。ありがとうございます。だるま。晩ご飯はピザがいいと思います。ハートありがとうございます。桜も全体的にめっちゃ可愛いオーラ、ありがとうございます。なんか本当に着たことがないような服を着たので、今日はありがとうございます。三色団子、今日いっぱい話せて楽しかった、ありがとうございます。こちらこそ、今日の握手トーク会も楽しかったね。よかった、あのカードが出て、うちの綺麗、ありがとうございます。コミンは実物も可愛かった、本当に。今日のお洋服はちょっとね、安いですよ。でもなんか安く見えなくて激カワなんです。先生リオありがとうございます。さくら三色団子ありがとうございます。君ピンクでした、本当にピンク。なんかチークも濃いめに塗ったので、なんかもう濃すぎてやばいくらい今日はチークを塗っちゃいましたね。ピンクだったので。可愛い、ありがとうございます。本当にピンクピンク。こっちになんか鏡があって、鏡で自分の顔を見てるんですけど、なんか鏡の方が映りがいいんだけど。縦の方がいいのかな。今サイゼリアで、やば、やばくない、うち今ピザ食べた方がいいとか言ったのに、やば、ドンピシャじゃん。ありがとうございます。さくらこんばんは。おつにじです。
画面からでも可愛いのが伝わる。ありがとうございます。本当にピンクでした今日は。でも寒かった、本当にミニスカートすぎて。カワありがとうございます。おつにじ花束ありがとうございます。やっぱり雨だったので今日は悲しいですね。おつにじここみよしモッツァレラのピザ、やば、そんなことが運命です。朝食にピザでした。いいね、運命だねこれも。ピザの運命今日だよね。今日ピンクだから、なんか服もピンクで、ここの照明もピンクっぽいから、あと顔もチーク塗ってリップもピンクだから、本当にピンクって感じで、桜も降ってて、なん今日はなんかあれっぽいね、お花見デートコーデみたいな感じですね。お花見デートコーデです。桜餅ありがとうございます。桜ありがとうございます。今日ミニスカートで行ったんですよ今日は、珍しく。ありがとうございます桜、さっきはありがとうございました。こちらこそありがとうございます。楽しかった、たくさんありがとうございます。お花見ね、桜ありがとうございます。ハグロもありがとうございます。こんばんは。サイリーもありがとうございます。ね、うちわもありがとうございます。もうめっちゃ可愛かった、ピンクがたくさんで、ありがとうございます。いいなケンタッキー、なんか増えましたね、女の子の女性の方も。メールに千葉は高いかななんて書いて、全然大丈夫だよ全然。音符ありがとうございます。三色団子ありがとうございます。お仕事休憩中です、お疲れ様です。また迎えの時にね、待ってます。ありがとうございます。あ、なるほどね。桜ありがとうございます。お腹ね、なんか全然何も食べなさすぎて逆にお腹が空いてなくてやばいです。お花見いいね。おつにじです。くしゃみ出そう。部屋はエアコンつけてます。23度ですね。なんか緊張してうまく話せなかった。いや全然たくさん話せたよ、全然楽しかった。すごい会場寒かった、もう足が寒すぎてしていいよ。こんにちは、危ない。今空の下で生まれるの、部屋はいい部屋ですよ。こんにちは。よかった、心あったかくなって。初見のおじさんも来ましたよ今日は。普段なんか関東に住んでて普段公園に来れない方とかも来てくれました。ハートありがとうございます。そうなんですよ、なんか会場によって本当に、今日は天気が悪いのもあってマジで寒かったんですよ。でもなんか全然楽しくて一瞬で終わりました今日も。
握手会ストークありがとう、こちらこそありがとうございます。たくさんありがとうございます。楽しかったね。なんかお腹が空いてるのか空いてないのかがわからないんですよ。今日は4時に起きました。ね、スカートね、結構ミニスカートだったので、星ありがとうございます。ツーショット会とかじゃないからさ、あんま分からないよね。星ありがとうございます。握手会ありがとうございました。ご挨拶できたね、ありがとうございます。嬉しかったです、ありがとうございます。ハートありがとうございます。星ありがとうございます。たくさん4時起きは頑張りましたし、めっちゃ早かった、4時は。星ありがとうございます。なんかうちはあのショールームが9時、ショールームがあの切れないんですよ、あの8時になっても。だから自分で切ってるんです、いつも切れなくて、なんか自分で消さないと切れないんですよね。星ありがとうございます。じゃん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 、星ありがとうございます。インドネシア、ねえ、なんか切れなくて、何事っていう、もう結構もう4ヶ月ぐらい切れなくて、それはないか、3ヶ月ぐらい自分で切ってます。早いでしょ、4時起き。だから本当に3時間睡眠すぎてよかったんですよね。ハートありがとうございます。今なんかさ、めっちゃちっちゃい椅子に座ってるからさ、疲れる、体勢が。成人だと思われてるのかも。ハートありがとうございます。今日の東海でやっちまった出来事、何かな。え、でもあんまりなかったかな。え、人だなって、なんだろう、アンズさんと写真を撮れなかったこととか。まあ今日は本当になんか忙しかった、やっぱり愛知じゃないからかな、場所が。だからなんか忙しかったです。別になんか忙しくないんだけど、なんか一瞬で終わったって感じだった、時が経つのが。ごめん、ありがとう。三色団子ハートありがとうございます。大きい椅子になってください、ちっちゃい椅子じゃなくて。ハートありがとうございます。ね、あっという間だよ、あの本当に。ココミンパワーすごい、うなり直後に、ね、やばいね、ココミンのトリカが出ちゃうとか、どういうこと。夢の国ね、いいよね、行きたいですね。次会えるのいつかな、いつだろう。三色桜餅ありがとうございます。桜もやっぱりなんかあの幕張だったので、あの普段見ない方も来てくれたりとか、わざわざ愛知からあの朝早く来てくれた方もいたりとかして、そうなんですよ、今日は結構忙しかったです。そう、一気に終わって、なんかあれなんですよ、あれなんだっけ、え、何の話しようか忘れちゃったじゃん、何の話しようとしたか忘れちゃった、何話そうとしてたんだろう。ハートありがとうございます。あ、そう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 、あのトーク握手、トーク握手なんですけど、 1,2,3 で全部あの休みがないんですよ、組み合わせが。なのであの
急いで急いで急いでって感じで、髪の毛の変えるやつとかも猛スピードで変えないといけなくて大変ですね。ハートありがとうございます。だね、あ、そういうこと。おつにち、こんにちは。一言会いたいな。一緒に行きましょう。え、地震気づかなくて大丈夫でしたか皆さん。全然知らなくて、 X 見てたら流れてきて。おつにち、よかった大丈夫で。え、そんなに揺れた。なんか本当に分からなくて。もう愛知にいなかったのか。爆睡してた。こんにちは。さっきこみちゃんおすすめイカスミパスタを食べた。エスカルゴ、もううちの好きなものばっかじゃん。イカスミパスタにエスカルゴに辛味チキン、最高だね。本当に眠くて、なんか眠いんだけど眠くないみたいな感じ。ね、大丈夫でしたか皆さん。サイリウムありがとうございます。虹の、ありがとうございます。あのレインボースターも9時前くらい。え、何してたかな。でも絶対に起きてた。なるほど、ありがとうございます。今日はもう全然余裕で、あのなんていうの、緊張とかなく楽しめたって感じです。そう、ピンクですよ今日は。ありがとうございます。三色団子、今日も優しさ顔ですか。お疲れ様です。去年の12月8日以降は8時の口で始めます。あ、そうなんだ、なるほどね。三色団子ありがとうございます。三日月パスタ本当に美味しいんですよ。だいぶ慣れてきたのかな。え、ですね、結構今日もね楽しめて、あの来てくれた方とも来てくれた方とも、あの今日はなんか緊張せずにお互い話せてるねとか話しました。いいね、サイゼハートありがとうございます。三色団子、こちらも楽しく話せてよかったね。こちらこそです本当に。明日もよろしくお願いします。楽しみです。もう体勢に困る。緊張した。なんで、うん、フレンドリーに話せましたね。とても楽しかった。本当に一瞬で終わっちゃった。今日に関しては染めにラメラメをつけたんですよ今日。それにも気づいてくれて皆さん、握手待ってます。5月も会いに来てください。桜ありがとうございます。ありがとうございます。今日も来てくれてキラキラでしょ。ぜひ5月も待ってます。桜ありがとうございます。こんにちは。ね、仲良くなってよかったよね本当に。可愛くて緊張しました。全然タノでした。タノ楽しかった。エジプト感ある。
褒めてないじゃん絶対に。それすごい、見てまつげ、見てまつげ、このハートありがとうございます。コゴミンが初めて緊張した、本当にサツキチはサツキチ、ありがとうございます。桜たくさん、おつにじ、ツーショット待ってます。綺麗でしょまつげ。ちょっと嬉しかった、サイリウム触れて見えたよ、あのマスクが目立ってて陽気でした。今日はあのそうスマホスタンドがなくて、あの縦っていうかあのスマホスタンドがなくて、今日は本当にいろんな髪型をしました。にじ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 強めです、ハートありがとうございます。強めですか、子供すぎてね。なるほどね、水がなくて水が飲みたい。耳を隠しました。今はいろんな髪型できたらなって思って、ピンクですね今日は。だってなんか画面もピンクだもん今日は。これもピンクで、スカートは黒ですけど、靴下はなんか靴下がなんかレース状の靴下履いてるんですよ今日。可愛い、なんかヒラヒラしてる靴下を履いてて、さくらありがとうございます。前髪どうなんだろう、70ですね。ピンク似合いますか？そう、なんかその部屋の照明も暗い目なのでちょっと暗い感じです。茶髪みたい。こんにちは、ハートありがとうございます。そうレース状のあの服を着た、服じゃなくて靴下なんです。今日は初握手トークできてね、ありがとうございます。めっちゃ面白かった、めっちゃ面白かったよね。最近70多めですね。なんか70は良くも悪くもって感じなので、ピンク本当に合ってた、ありがとうございます。嬉しい。リップね、なんか本当にいい匂いする、いい匂いしすぎて無理。これもピンクだし、ラメはこれです。世界で一番ピンクが似合うのはココミだと思う、ありがとうございます。嬉しい。今日はツインテールじゃなくて三つ編みをしました。おろし三つ編みをしてました。今日の全身見せてもらった時は衝撃でした、可愛かった。そうなんか意外とさ、これもレース状っぽいもんね、なんか服が。ツインテールについて三つ編みを見ると夢が叶えました。ピンク可愛いですよ。足が痛い。210点なんで？何の210？どういう210？髪伸びたらやばいですよ、もう結構長い。髪伸びたよね、
きんだけかな。メールで衝撃が味わえたらいいな。可愛すぎて衝撃。夜遊び夜遊びですか。なるほどね。2時うまいね。嬉しい、ありがとうございます。ハートありがとうございます。こんばんは。お団子ありがとうございます。いや、出荷もね、そろそろ切らないとやばいかもしれない。今日はいい感じですか。いつもと何が違うか、違うんだろう。こんにちは、お疲れ様です。収穫そのままでいい気がするんですけど。本当にどう思う。意外と長いんですよね。うん、三つ編み収穫は顔が映えます。こんにちは。どっちがいいのかな。ギャル感出てて大きいです。ありがとうございます。バラありがとうございます。こんばんは。ここに今お前返信長文でごめんよ。全然モバメの返信もね、見てるのでありがとうございます。たくさん長文。柔らかい美少女みゆちゃん面白い。ここみピンクね、好きです。ピンクはね好きです。今日も食乾いて笑顔になりました。ありがとうございます。嬉しい。横顔好き、本当にありがとうございます。横顔特に何もないんだよね。ありがとうございます。さくら、モバメの返信、日によります。遅い時は本当に1時とかに見てるし、早い時は23時とか。星ありがとうございます。こんにちは。さくらありがとうございます。画面がさ、これさ、曇ってんのかな。すいません。だるまハートありがとうございます。好きなピンクはなんか蛍光ピンクなので、蛍光ピンクが好きです。こんばんは。今日は結構知ってる方が来たって感じでした。ハートありがとうございます。楽しかったです。見覚えのある方、なんか画面がすごい熱い、部屋が熱いかな。あ、そんなこともない。ハートありがとうございます。蛍光ピンク川です。全然モバメの編集は読んでます。星ありがとうございます。音符、蛍光ピンク可愛い。疲れた、眠いんですよ。なんかさ、今日面白かったのがさ、今日は3時間睡眠って言って話してて、みたいな話して、3時間睡眠はやばいよって話して、なんか僕のトークの時は寝てもいいよって言われて、めっちゃ面白かった。
回やったら結構忘れないけどね。カチューシャは今日大きめです。お昼寝ねしたい。今日朝4時起きでした。推しが楽しかったのは良きことです。まっすぐ睡眠こごみ、まっすぐに見る目線も可愛いけど少し今眠そうだよね。わかる。そういえば777の瀬戸大丈夫で分かったから、ありがとうございます。星ありがとうございます。ちょっとまつげあげたい。なんか今日本当になんかなかった、本当に寝てなくて。水すごい音するよねこれ。うちが重いってことかな。うちの体重に耐えきれてないのかな。星ありがとうございます。音波ありがとうございます。三つの旗ありがとうございます。マジで3時間睡眠やばい。自分も眠いでしょ。綺麗に見えたり可愛く見えたりすごいな。ありがとうございます。嬉しい。なんか最近体に意味のわからないあざができるんですよ。リンボースターありがとうございます。おつにじ初見さん星ありがとうございます。なんかできるんですよね体に。星ありがとうございます。嫌だよね本当に。わからない、なんであるのかこんな傷が。なんか覚えますよ。え、肌の調子ね、なんか最近いいんですよ意外と。急にもうちょっと鼻がこうなりたい。いけなくてごめんね。全然大丈夫です。また会いましょうね。謎なんですよ。自主練でか。星ありがとうございます。スマホスタンドがあったらいいんだけどね。もうなんかさ手震えてない。星ありがとうございます。ありがとうございます。そのままでも。15時までやります。15時にまた集合なので。イバニャンとなんかあざっていうか意味のわからないなんかあざみたいなものが、小学生の時洗濯バサミ、え、うちそれやってました。うちもそれやってて、もうなんか鼻がすごいコンプレックスで、中学生の頃にコロナが流行ってマスク生活になって、17時です、すいません。あれです、あれ、17時です。コロナが流行ってマスク生活になったじゃん。でなんかもうマスクの下の自分の顔が嫌すぎて、もうこれで生きていってたの。小6中1中2ぐらいもうずっとこれで生きてて、もう給食の時ももうこういう感じで見られたくないみたいな感じで学校を過ごしてて、マスク取る時ぐらいに自分のマスクから下の顔は嫌だったので、だから鼻に洗濯バサミをこうやってやってましたけど、なんか効果があるのかわからない。
効果があったのかわからない。でも多分効果あったのかな、あったのかもしれない。痛いよ、もう痛すぎる。それ痛くて途中からやめたんですけど、あとなんかこういうマッサージとかもめっちゃしたし、こうやってたりとか、こんにちは。でもなんかそれやってたらなんか骨ここの骨になんか異常ができたのかわかんないんだけど、顔を洗うと痛いんだよね、骨が。水で顔を洗うとなんか骨がしみるみたいな痛さがあったからやめました。そしたら治りました、その痛みは。だから多分マッサージがいけなかったのかなって思って。うん、メール返信ありがとうございます。マスクなしが最近はもうね恒例なので。え、洗濯バサミの跡つくよ。自分だま自分、マスク普段あんまり最近してなくて、なんかあれ、あの移動する時とかはしてるんですけど、電車乗ったりとか。でも メイクしてこれから用事があるとかの時はマスクしません。メイクが崩れちゃうから。マスクなかなか外せない、わかるよ気持ち。ココミの顔切れすぎて鼻とか気になったことない。嬉しい、ありがとうございます。そんな、え、ココミに見えない今日。可愛すぎる、ありがとうございます。可愛い、ありがとうございます。肌荒れね、わかるわかる。なんか荒れますよね、本当にここら辺が。なんかここら辺がずっと荒れてたんですけど治りました。居酒屋いいね、なんかいいね。こんにちは、おつにじ。鼻と耳がチャームポイントと思っていました。どっちかというと唇ですね。おつにじ、前髪はなんか開けてました。あの前髪作るまではずっとかき上げロングだったんですけど変えたんですよね。髪の毛ボサボサ。こんにちは。おでこはおでこですね、まんまそのまんまですね。壁ない謎だよね。机あるよ。知らない子供にショールームここめっちゃ見られた。え、はずいよ。でもぜひ布教をしてみてください。なんか部屋が全体映っちゃうから大丈夫かなって思ってちょっと心配で顔あたりを映してます。
外でココミ見られない、どういうこと、どういうこと、どういうこと、スマホで見ててってことかな。ピオって呼んでね。ハートありがとうございます。誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデー、ハートありがとうございます。たくさんチャガチャガチャガチャーンじゃん。こんにちは。すいません、スマホが落ちちゃいました。今何映ってた？一瞬下に行った時。何映ってた今？ハートありがとうございます。一人です。でもイワニャンとココハと後で会うので。お茶ありがとうございます。紫っぽかった、なんだろう。あ、全然平気よかった、僕が映ってた。ありがとうございます。さくら、誰もありがとうございます。猫いないよ。なかなか離れてかない。え、嬉しい、イエーイ。そう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 、早めに配信をしようって話して、この先会える予定がなくて泣いてます。楽しい、制服の目が当たりますように。よかったです、あの何もなかったようで。ああ、体勢に困る。怖いね。え、夜ご飯はどうしようって思って。レインボースターありがとうございます。あ、イワニャンの挨拶ね、久しぶりの挨拶ありがとうございます。三色団子履いてますよ、めちゃくちゃ履いてます。ありがとうございます。ラーメンいいね。タイミングよく配信見れましてよかった、ありがとうございます、来てくれて。こんにちは、ココミン今日からでね、ありがとう、ありがとう。子供にもわかるココミンの可愛さ。新しいアカウント、いや、わかんない、なんかさ、ハッシュタグに出てこないんだよね、伊藤ココミに。ちょっと探してみるね、あのいろんな方のフォロー中とかフォロワーを見て探してみるアカウントを、今日に、今日中にファンと遭遇するかな。おつにじ、ハートありがとうございます。出てこないんだよね。ぜひ X に載せたのでコメントしてください。いや、見つけるよ、見つける。ハッシュタグ伊藤ここ見て、めっちゃ見てるよ、あの 5秒に1回ぐらいで見てます。結構ガチ。おつにじ、あ、探すね、すぐ見つけます。そう、なんか上がってこない時があって、新しいアカウントとかだと出てこない時があって、みんなに先に帰られたらしい。どういうこと？コメントしました、ありがとうございます。めっちゃ見てるよ。見つけるね、ありがとう。え、リアル5分に1回、暇だったら5分に1回とか。
結構な頻度で見てますよ。監視してます常に。今日も可愛いですね。今日も会いたかったの、ありがとうございます。会いたかったですよ。明日は2部。了解です。桜ありがとうございます。怖いですよね。ポスト見てるよ。めちゃくちゃ見てます。 X に変なの面白いよ。とてもった配信。嬉しい。探す、そんなツイート。ココミンは配信、先輩の配信も見てますよ。寝るの？では壇上を読みます。13位は前メロの方、ありがとうございます。12位は男の子の方、ありがとうございます。11位は熊の犬のぬいぐるみを持った方、ありがとうございます。10位は象の方、ありがとうございます。9位はアザラシのサーモンの方、ありがとうございます。8位は戦士の方、ありがとうございます。7位は石塚さんのアバターの方、ありがとうございます。6位はアンズさんの上りを持った男の子の方、ありがとうございます。5位はドロ、ありがとうございます。4位は彩香さんの上りを持った方、ありがとうございます。3位は全力支援の方、ありがとうございます。今日はありがとうございます。2位はポチャコの方、ありがとう。ポーズもありがとうございます。1位は髪の毛一本の方、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、戦士またやるかわからないけど、ハートありがとうございます。できたらやります。ありがとうございます、来てくれて。モバメも送ります。今日の服ね、ネットですよ。ネットなんですよ、これ見えないでしょ。まさかの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 ネットです。ありがとうございます。グレールじゃない方グレールじゃない方で伝わるかな。グレールじゃない方、ありがとうございます。そう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 、ありがとうございます。また会いましょう。ゾゾじゃないシーンシーン、ありがとうございます。またね、ありがとう。